シーズン2。晴れた頭はもう手遅れ。B 型なんでそこはご了承。毎日毎日うざいポストをするタッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は金曜日ということで、一週間サクッと終わりましたでしょうか。いかがだったでしょうか。お疲れ様です。はい、私は今日もバリバリ仕事です。ザマーミロです。です。はい。今日のこちらの方面、天気はめちゃめちゃいいですね。ただもうほんと寒空。やっぱ寒くなってきました。と言いつつも、もう12月っていうような感じのね、感じですね。なんかキュッとこう寒くはなっては来てるけど、そこまでまだ寒くないというね。バンクシャの吉野さんのところはもう氷が張るとかですね。はい。東北の方の方とかですね、もう雪がとかですね。もう北海道の方も雪がバンバン降ってるでしょうけどですね。はい。いかがだったでしょうか。今日はですね、ちょっと仕事でちょっと早めに出ておりまして、わかりますかね、九州は佐賀の方面で鳥栖っていうところに今向かっております。はい。鳥栖といえばですね、まあ有名な、まあサッカーとか知ってる人であればサガン鳥栖とか聞いたことありますかね。はい。のところに今向かっております。で、その後に仕事をそこで終わらせて、また福岡の方に戻ってきて、サボシマさんの家の近く、じゃ近くですね、のところにまた行くっていう感じの流れで今動いております。まあ、この時間は車やっぱ多かですね。はい。まあ、皆さん、この時間帯やからね、この時間帯に動くけんですね。はい。やっぱ私がいつも出てる時間帯にはちょっとずれてますからですね。そこまでこう混んではないんですけど。昔福岡、まあここも福岡なんですけど、福岡市の方にいた時はですね、もう渋滞当たり前だったので、まあね、大阪の方とか東京の方とかはもう渋滞は当たり前みたいな感じでしょうから、そういうそこまでイラつくことはないんでしょうけど、はーい。結構こっちのね、北九州方面っていうのは、そこまでひどい渋滞っていうのはないですもんね。だから、たまに渋滞にこう捕まったりすると、なんか妙にイライラするですね。はい。田舎の人ほどイライラするっすよ、多分。普段経験なかなかしないと思うからですね。はい。まあ、人間ね、馬の面白いもんで慣れればですね、それなくなってきますからね。はいはい、また渋滞、はいはい、とかいう感じでしょうからですね。はい。まあ、皆さんそういう時はもう多分ね、車の中で歌いようでしょうからね。違うか。お前とは違うぞってですね。はい、その通りっていうことで。はい。じゃあ、いかがだったですかね。今週もあっという間だったですかね。私、今からもね、また始まってからですね。面白いなーって感じなんですけど、昨日はですね、ライブちょこちょこ立ち上がってましてですね、グラムさんとか、谷くん工房さんとか、ね、サボシマさんとかですね。はい。で、サボシマさんがですね、昨日ライブされてあったので、ちょっと参加しました。はい。もう終わるけんなーとか言ってからね、なんか言ってた時に私がちょっとこう、加わったような感じやったみたいなんですが、はい。なんかジェットストリームが流れながらですね、はい。なんか食べておりました。くちゃくちゃ言ってましたんで、今日は何を食べてるんですかって言ったら、キャラメルコーンって言ってから、もうキャラメルコーンも、メントスも、肉まんも、コンソメパンチも同じ咀嚼音とかいう感じでですね、はい。もう、くちゃくちゃいいなとか言って、もうなんか彼は引き開き直ってましたですね。面白いね、ほんとね、とか思いながら、はい。もう、エンさんもいじりまくりよもね、もう楽しんでからね。メントスコーラどうなったとかなとかと思いながら。はい。で、昨日、サモシマさんのライブをずっと見させてもらってたんですけど、サモシマさんはあんまり、ね、なんかそういう、やっぱ真面目なんでしょうね。うん。だからやっぱそんな感じがしましたね。はい。まあそれはもう後で話します。はい。まあサボシマさん昨日ライブでですね、何のライブをしてるのかと思ったら、フォロワーさんがね、何千人か、ちょっとあまり興味ないんで知らないですけど、
発送ということで、プレゼント企画っていうのを、するためのライブみたいやったんで、日が変わった瞬間にほらストーリー上げて宣伝して宣伝してとかっていうようなね、話をされておりましたので、とりあえず、サボシマさんのリンクを画面いっぱいに広げて、ストーリー上げました。見えんやんとか言ってましたですけども、やかましいわとか思いながら、上げてもらえるだけよかろうもという話ですね。はい。そんな、ちょっと毒づいておりましたが、はい。で、あとはなんか、サボシマワッペン、なんかそれもストーリーに上げたんですけど、ドキちゃん宣伝してよとか言ってたですね、なんかちょっと言うてましたので、はい。で、エンさんが何枚ぐらい売れたのって言ったら、2、3枚かなとかで、2、3枚しか売れてないんで、マジかって。あんなに袋いっぱいなんか作ってもらっとってですね、意外とそんなに売れないもんだよねとか思ってですよ、ちょっとびっくりしましたですけどね、でそれで、その何ですか、ストーリーでそのなんか結構今回いろいろ景品というかプレゼントを用意してるみたいなんでですね、いやあれ大変と思いますよ、昨日もずっとそれ今から準備せないかんのよとか言って手書きでこうね書いていってましたけど、いやーあれ全部拾っていくの大変と思いますよ。でそれでポンポンとこうサボシマさんいいねしていくんでしょうけど、いやーあれ大変と思う。演算の時もあれ300人超えの時もあれも大変やったろうね、ほんとね、あれ一人でやりよったでしょうね、大変やなとかってほんと思います。はい。であとはそうですね、ライブの中で面白い話っていうのがですねちょっとありましたけど、はい、じゃあこの続きは YouTube で。バキポキスくんのブラキー、はい、パキポキさんのぼやきアットガッキーです。はい、お疲れ様でございます。いかがだったでしょうか。ただいま今、なんで日だの何ですかね、小峠の、実家という言い方してたんですね、はい、ふるさとっていうところの田川市っていうところ今行ってます。あれですよね、どんだけの一光さんの田川ですね、あのバカリズムさんとかですね、これもう前も何回も言うですね、っていうことでここの道よく通って、私ライブしてる、ライブとかぼやきをしてるっていうのがよく分かりました。いや相変わらず車多いです。はい、もうこんな感じでね、はい、昨日の昼間ですね、ウランさん、はい、あの可愛い天使の水晶のね、マスカットというかストラップだとか、最近であればサムシマさんと勝手にコラボとかって言ってですね、はい、アクセサリーを作られる方なんですけど、はぁ美人さんね、美人さんですよね、はい、もう男の人はもう釘付けみたいな感じで、昨日はあれですね、なんか溶接ですか、あれは、とか、なんか、その、パイン棒、でもあれがいまいち分かってないですね、パイン棒って、なんなあのパインって、なんか、果物なのとか言って思ったりするんですけど、まあ、それはサボシマさんが、バインをパインに変えて、なんかいろいろ文字ってやっとだけなんやろうなっていう、こう、浅はかなネタ。と思うんですけど、そうさ、それも言った、昨日、なんとか、昨日もなんとかって言ったよね。牙とか なんかそんなん言ったんですよ。もう本当ごめんなさい、興味なかったんで、もう本当記憶がない。ディスりまくりやなということで、はい。で昨日そのウランさんの話もそうなんですけどね、佐野島さんってあれらしいですね、 A 型らしいっすよ、ついに発覚しました。わー危険やったんや俺と、あんまり近づきすぎたらこの人となんか悪くなってしまうわーと思ったんで、またちょっとこう考えて距離を取りながら、今ぐらいのいい感じのこう距離で接しようかんとね、佐野島さん切られてしまうわとかって思いながらですね、はい、思っておりました。はい、私ぐらいでしょうね、血液型で判断して人と接してるの。でも傾向がね、やっぱ分かるんですよ。ああ、合わんのやなーっていうのがですね。はい。だから、ちょっとこう、ねえ、ある程度距離を置いて接するとうまいこといくっていうのがよく分かるので、はい、それでさせてもらっております。
難しいですよね、自分から近づかなくても相手が近づいてきた時にどういううまくこう接していくかっていうのがですね、ちょうどいい塩梅のところを探してこう接しないとお互いが嫌な感じになるの一番嫌やからですね。せっかく仲良くなったのにね、そういう傾向のせいでなんかそう思いません？どうせ楽しいやりやったらね、楽しいやろうやっていうのが私の考えなんで、もうあとは自分が気づいて調整していけばいいなって今思っとるからですね。考えないでね、すごいこう接しよったらね、もういつか事故ってしまうわっていうのはよくわかるからですね。なんか、まあ、皆さんもあるでしょ、そういう経験は。そこら辺が人付き合いというところなんかちょっとわかんないんですけどね、そうさせてもらってます。はい、ということで、まあ、沢島さん A 型だったというところの話です。はい、ちなみに A さんは AB 型でした。はい、元嫁と同じでしたAB 型の方も結構います。リカさんですかね。はい、リカさんも AB 型でしたね。はい、あとは大型の人が多いのかな。はい、大型の方が多いですね。はい、まあ、いつの間にか血液型の話になっておりますが、まあ、昨日のそのウランさんっていうのがですね、ウランさんっていうのがね、物みたい方ね、すいませんね、ウランさんっていう方が、ドライブライブっていうのしてましたですね、昨日ね、昼間ね。はい、まあ、ちょっと仕事中だったので音声聞けてませんけど、まあ、いやらしいですね、あのレースから見える姿がもうドキドキするっていう感じで、もうおっさんたちメロメロみたいなね、もう男子メロメロみたいな感じですね。はい、でまあ、その後にですね、ポストで、ワンちゃんですか、チワワって書いてましたね、白玉ちゃんってですね、ちょっと被害かなとか思いながら、なんでやねんとかいう私のあれですけど、ね、今、久しぶりにまたワンちゃんの絵を描いたっていうような流れでした。はい、すごい喜ばれてたんでよかったです。はい、やっぱなかなか動物は難しい。もう下手くそ満金だらけですね。とりあえずね、クリクリっとしちゃったら、ね、いいのかなとかっていう感じでしか書いてないなんて。ですね。はい。で、先ほどのまた話、またぐんぐん飛んで、申し訳ないんですけど、佐保島さん、昨日ライブでずーっとされてあってですね、佐保島さん、天が知られたですね。びっくりした。本当に私は聞いたことあったし、昨日かおとついね、なんかそういう登りがあった時にも、ここにもとか思いながらですね、はい、どういうものかは知ってたんですけど、知らんらしいですね。意外と真面目ですよ、あの人。だからいいかもしれないですね。はい、あの人もそんなの知ったら、あ、でも気持ち悪いっていう人かもしれませんね、そういうのはね。バカじゃないとか言って多分言う人かもしれないですね。そんなタイプやな。ネタで思ったけどね。と思いました。はい。で、あとはどうでしょうか。和歌山の兄貴とか、マッサラ DJ さんも昨日結構ストーリー、ポスト、上げられておりましたですけど、はい。なんか、お歳暮が多かったですかね。なんか、お歳暮がいっぱいやから、静岡のマキさんも、なんか来たーとかってですね。はい。私はもうこの前のボンバックスがお歳暮なんだろうなと思っておりますんで、はい、ありがとうございますということで、いやー、あんだけの人数をね、まあ、お歳暮を回してからすごいなと思いますね。内容結構充実してるし、はい、皆さんお歳暮してます？私もうほんとしてないですもん。してないっていうか、したことないんじゃないかなっていうぐらいですね。その前、結婚してた時はですね、元奥さんが、してたりはしてたと思うんですけど、自分自身が独身の時に、この人にお世話っていうのはなんかね、した覚えがない。だから記憶がないっていうぐらいだけ、もうほとんどないっていう感じですよね。はい。あと、年賀状。いやー、年賀状はもう皆さんどうですか？年賀状してますかね？年賀状は、今一人ぐらいやないですかね。後輩が本当に律儀にね、毎年くれるんですけど、もうそれ以外はもうしてないもんね。はい。熊本のご主人様さえもしてないですもんね。彼はね、自分でこう絵を描くからですね、これはちょっとね、もらいたいなとか思ったりするんですけど、年賀状もね、またいいかもしれませんけどね。それ自分が今こんな風にして絵を描いたりするから、それで明けましておめでとうございます
ますみたいな感じで言ったら喜ばれるかなとか思ったりですね。はい、まあ、そこはちょっとまだ全然考えてないことなんですけどね。はい、まあ、いろいろ考えてるんですよ。カレンダー作ってみたりとかですね、したら面白いんかなとかですね、いろいろですけど、さあどこで時間を絞り出すよっていう話ですからね。もう本当運転しながら絵を描いていかないかんような状況になるかもしれませんからですね。はい、まあそんな感じでグダグダで続いておりますが、はい、まあ明日、明後日また休みがやってまいりますですね。はい、よかですねということで、はい、もう今日はこれぐらいにしときましょうかね。はい。じゃあ明日は土曜日ということで、私はバリバリ仕事です。ザマミロです。でやっていこうと思います。はい、皆さんまた日ゆっくり休まれてください。はい、くれぐれも今ちょっと寒くなっておりますんで、体調管理気をつけて頑張ってください。はい、じゃあ今日はこれで以上です。お疲れ様です。デッケニージー。